はい、こんにちは。ちょっと丸な、RJ ゲームチャンネルです。どう言えないな。変えようかな、やっぱ。玉読みコラボまであと4日。8月のシネララナインですね。前回言いましたように、6月4日から7日までの4日分の、おはがちゃをやりたいと思いますけどね。このように、またスカウト来てますよね。はい、ということで、6月4日ですね、今日はね。しのめさんじゃなくて、つくもさんガチャと、これが15日まで、それからもう一つの泉田さんの気合の方向、前回、コイン変換しましたけども、あれがまあ、もらえる可能性があるということで、スピカ祭の方も 2種類回したいと思いますけどね。まずこのように、八内プリンセススカウト。いい、つくもさんの UR がでもらえるということ。これももう、おはがちゃ、優勝ナインスター2枚使っておはがちゃやって、ログインボーナスで無償ナインスターを2枚もらうという感じで、なかなか増えないですけどね。葵ちゃん。風が気持ちいいので。で、これですね。これはもう、自力で出すしかないって感じですけどね。なかなか出そうな感じしないんでね。最近もう、ガチャ動画全然、出てないですもんね。動画としてどうなんだって感じしますけどね。ということですね。まあ、これもらえるんですけど、もうあんまりどうかなって感じですよね。この花山ちゃんも来てますけど、可愛いですけど、ちょっともう余裕がないので。で、このリーさんはもう前回の誕生日ガチャでご突できたんで、まあいいでしょうっていう感じでね。このつくもさんのトレーニングも欲しいですね。タンクトップのね。いう感じですね。ということで、6月4日が終わってしまったと。はい、6月5日になります。今日は主要キャラクターが出てます。玉読みあと3日。で、このように、ウェアマックスよりね、ナインスター欲しいですね。我慢しております。我慢の日々が続いております。ちょっとやって、デレストちょっとやってって感じですけどもね。日課やってね。ということで、6月5日のスカウトですが、優勝13、無償25までちょっと増えましたけどね。ともっちのね、あれが、来てますね、あの復刻がね。さあ、どうでしょう。センバちゃん。7人兄弟でしたっけ。結構天井行ったってね、つくもさんの UR ガチャ、ツイッターとか見ましたけど、やばいですね。私も塚原さんの時に食らって。微妙に使った感じも微妙ですよね、塚原さんね。つくもさんはいいみたいですけどね。小麦か。このコインも使い道がないって感じですね。花山ちゃんね。こんな感じですよね。スカウトは充実してるんですけどね。メインチャプター来ないかなって。はい、6月の6日土曜日ですね。今日は野崎ちゃんと舞妓ですね。あとコラボまであと玉読み2日と。そういや、あれの今のチームを取りましたけどね。作動体験ということですね。無償ナインスターが今日は2個。でも優勝ナインスターをスカウトで使ってしまうと。他も回したいですけど、この2本に絞ってます。これが15日まで。もう1週間ぐらいですね。それまでに50以上貯まれば、ナインスターが10連はやってみたいと思いますけど、我慢しております。おはがちゃもね、出るときは出ますけどね。本庄さん。これね。この間、誕生日来てましたけど、1枚だけ回して、何も出なかったって感じですね。で、これが8日まで。これもそろそろですね。今度の月曜日の、
お昼12時59分59秒までは回せるということですね。まあ、この間30連やったか、30連でしたっけね、50連か、まあ、課金はまあ30連分ぐらいだったですね。うん、何も出ないと、このコインもどうしようかと感じですね。うん、しんどいですね。まあ、こんな感じ。まあいずれは出ると思うんですけどね、 UR もまたね。ただまあ星出てる、スカウト来てると回したくなりますよね。これはもう人間の欲望というかね、あれでしょうから、本能というかね。うん、ということですね。はい、8月のシンデレラ9ですね。8台、6月7日日曜日、いよいよ明日、このこれ領有館のキャプテンじゃないですかね。これがもしかして出るんですかね。自分の、チームよりも他の敵のチームが、シーンが来たりなんかして、スカウトがね。はい、ということなんですけどもね、まあ、なかなかナインスターも増えていかないですよね。さあ、八代プリンセススカウト、つくもかな。うん、これね、UR シンデレラ覚醒ができるシーンなんですけどね。まあ、出ないですよね。本当に慎重になってます。うん、最近何も出ないですね、おはがちゃんもね。バカにならないですからね、優勝ナインスターもね。無償はちょっと増えましたけど、でこれがいよいよもうさ、前回言いましたけど、いつも言ってますけど、月曜日のお昼までということで。待って、ちょっと待って。なんか SR ぐらい出てほしいんですけどね。うん、ココちゃんだ。何も出ないですね。うん、みんながいじめるんだよ。中尾明です、いじめるんだよ。うん、こんな感じですよね。まあ、大体毎日ログインで2個ぐらいもらえますけどね、無償ナインスターはね。うん、で、あのこのコインなんですけど、ね、すごい種類がありますよね。これ使えない、半端に残ったのもずっと使えない、まあ、1年後になんか同じイベントが来れば使えるかもしれないですけど、なんか統一してほしいですよね。それなりのものですからね、全部ね。このコインっていうのは課金ガチャしないともらえないものですから、なんか統一してくれりゃいいのになって感じがしますよね。うん、そう思いませんか皆さん。うん、こういうね、変換コインね、正月のやつとかなんか半端に残ってるさ、パリーグコラボのやつとかね。ねえ、統一してくれると本当に分かりやすい。しかも、ガチャ回せる機会も増えるって感じだよね。ある程度課金してのものですからね、これはね。何度も言いますけど、それなりに価値があると思うんですがね。違いますでしょうか。うん。ということで、ちょっと愚痴ってしまいましたけども。うん。いうことで、これから日課をしたいと思います。はい、またお会いしましょう。明日、玉読みコラボ楽しみですね。ということです。またお会いしましょう。どうも。失礼します。